いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルメルセデス・ベンツ V220Dスポーツロングをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、ボンネットに飛び石と運転席と助手席のドアのエッジの部分にそれぞれ傷があり、トランクパネル部分に線傷がございます。走行距離約4万2000キロ走っておりますが、綺麗な状態を保っております。外装色はロッソクリスタルホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。2015年にフルモデルチェンジが行われたメルセデス・ベンツ V クラスでございます。エクステリア、インテリアともに大幅なデザイン変更が行われ、より洗練されたデザインに生まれ変わっております。また、上級グレードのスポーツロングでございますので、本革シートやパノラミックスライディングルーフ、ブルメスター製のスピーカーなどが標準で装備されており、室内空間の快適性がベースグレードに比べ格段に向上しております。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、直列4気筒のディーゼルターボエンジンが搭載され、最高出力は163馬力を発揮します。アルミホイールは純正の19インチのアルミホイールが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性、視認性ともに優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。 V クラスでございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席側に若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ETC カードが挿入されていません。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラと360度のカメラが装備されております。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては、7速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはセンターのスイッチにて、お好きなモードを選択することが可能です。続きまして後部座席、ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては、目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。 V クラスでございますので、2列目、3列目ともにスペース広々と確保されており、スピーカーはブルメスター製のスピーカーが装備されております。またカロッツェリア製のリアモニターも装着されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2016年モデルメルセデス・ベンツ V220Dスポーツロングをご紹介させていただきました。走行距離約4万2000キロ走っておりますが、内外装ともに綺麗な状態を保っております。弊社でも高い人気を誇るメルセデス・ベンツ V クラスでございます。広々とした室内空間やトランクスペースが確保されており、なおかつオプションのリアモニターなどが装備されておりますので、幅広いシーンにて活躍する一台です。
またスポーツロングにはレーダーセーフティーパッケージが標準装備されておりますので、安心してドライブをお楽しみいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。